どうもご無沙汰しております。今日は僕のもう一台のバイクスーパーカブ JA44 型について動画にしてみました。普段は下駄代わりに使っていますけど、ソロキャンや SSTR など長距離も走れる頼もしいやつです。もはやバイクというより旅の道具です。今日はこれまで旅を快適にするために手を加えた部分をご紹介します。まずフロントセクション、カビーの旅キャリアを使っています。寝袋をくくりつけるのにとても便利です。しっかりした作りですがちょっと錆びやすい。お次はキジマのフォグランプです。スーパーカブのライトは暗いので夜の峠で泣きそうになったんですよね。なので帰ってすぐつけました。遠くを照らすというよりも足元を主に照らしています。標準のライトだとどこまで道があるのか分かりづらいんですよね。 JA44 型なのでスポークホイールです。僕の世代はこっちの方がしっくりきます。まあ最新の JA59 型の方が優れていると思いますが、タイヤはミシュランのアナキーストリートを履いています。はい、お次はミッドセクションですね。いわゆる弁当キャリアというもの、そしてスマホを充電するための USB ソケット、そして暗いところで荷物を探すときに重宝するコイン型のライトです。この弁当キャリアにはかなりの荷物を載せることができます。普段は身の回りのものをここに置いてゴムで引っ掛けてます。キャンプの時はクーラーボックスを載せるのにぴったりです。旅に出ると過積載状態になるのでサイドスタンドも強化しています。実は標準スタンドでキャンプに行った時に過積載がたたってバイクを倒してしまったことがありました。強化スタンドに変えてからはこの通り過積載状態で下が芝生でも安定して立っています。お次はハンドル周り、ミラーはラフ&ロードのものを使っています。夜に地図を見るときに便利なコストコのコイン型ライトをつけています。1個100円ぐらいでしたね。これは小さいくせにえらく明るい。夜に泊まって手元の地図を見たりするのにはすごく便利です。風防はエンデュランスのショート型を使っています。これは長距離走るときにトリップメーター代わりのサイクルコンピューターをくくりつけるマウント、これはスマホのマウントですね。そしてこれはフォグランプのスイッチです。ちょっと押しづらいんですけどね。あ、そうそう、結構風防は効果があります。次はシート下です。シートブレナーのバッタモンをつけてます。この円柱状のパーツがシートのくぼみにはまることでシートをがっちり固定するもの、疲労度が違ってきます。最後はリアセクション、マフラーはビームスのキャブトンマフラーを使っています。クラシカルな見た目とアクスルナットへのアクセスを良くするためなんですが、うるさいんですよねこれ。リアショックは東京堂の YSS のものを使っていますね。重い荷物とデブなおっさんを乗せても全然大丈夫。そして友人お手製のやたら頑丈なサイドバックサポートもいい感じ。リアキャリアはノーマルのままです。ホームセンターの箱をくくりつけるスタイルですね。これはビリオンシートをつけることもあるからです。さ、ここまででざっくり一周回った感じです。ナンバーの下にはこれをつけていると煽られないというチェッカー柄のマッドフラップをつけています。でも足立区だと普通に煽られました。この他ビッグスロットルボディを使っていますが燃費はこの通りです。2023年の年間平均燃費は 56.9kg でした。実はカブに乗るのはこれで3台目になります。キャブの時代のリトルカブと初めてインジェクションを採用した JA07 型とこの JA44 型です。パワフルさで言ったら JA07 型が最高なんですが、 JA44 型のバランスの良さと滑らかさはいい感じです。給排気をいじってあるのでこういうダラダラ登る坂も楽勝です。あとフロントのスプロケットを15丁にしてますね。少し高速寄りになってます。コンセプトはどのような状況でも快適に60キロで流せること、これを念頭に仕上げてきました。カブは構造が単純なためエンジンの腰下を分解しなければ普通の工具でほとんど整備できてしまいます。なのでうちの庭先でほとんどカスタムできてしまいます。まあでも所詮カブなんでね、たかが知れてるんですが、思った通りに手を加えられるのも
ハブの魅力ですね。これからも下駄兼旅の道具として使い倒していこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。